こんにちは。お久しぶりです。白石です。今回はポケプラクイック、不思議種を作成したいと思います。皆様は初代ポケモンを遊んだことはありますか？私は狂ったようにセレクトバグを使用して、レベル100のポケモンを量産していた思い出があります。と、前置きはほどほどにして箱の中身を確認していきましょう。はい。こちらが今回作成するポケプラクイックの不思議種になります。箱の中身はランナー2枚とシールが1枚。組み立て説明書は箱の内側に印刷されている。スーパーウルトラグレートデリシャスワンダフルシンプルな、プラモデルとなっています。はい。それでは不思議種を組み立てていきたいと思います。今回の組み立てに使用したのは、タミヤの薄刃ニッパー。ポケプラクイックはタッチゲートという、道具を使用しないで組み立てができるプラモデルなのですが、無理やりパーツを外して、パーツの表面がえぐれると修正が面倒なので、私は道具を使用して組み立てをしました。あ、そうそう。不思議種を組み立てている最中に、パーツを組み合わせるピンの穴をニッパーで切っていますが、これは、後から組み立てたものをバラバラにする際に、パーツが簡単に取れるようにするための加工です。軸受けの穴を切るのではなく、ピン自体を短くカットする方法もありますね。パーツに合わせてこれらの加工ができるようになると、プラモデル作成がより楽しくなると思います。まあ、普通は一度組み立てたらバラバラにしないよなぁ。と、需要があるのかないのかわからない解説をしてみました。そろそろ組み立て作業は終わりですね。はい。こちらが組み立ての終わった不思議種になります。いやぁ、かわいいこれ。初代を初めて遊んだ時には選ばなかった不思議種ですが、今だと絶対旅に連れて行っちゃいますね。葉っぱカッター絶対急所に当たるし。さて、ゲームの話はほどほどに。組み立て終わって全体を見てみると、ちょっと合わせ目が気になりますね。合わせ目だらけの不思議種は、ダメだ。ということで。はい。それでは不思議種の改造を始めたいと思います。まずは各部にある合わせ目から消していきましょう。さて、合わせ目を消す前に、少々準備をしたいと思います。まずはパーツを貼り合わせる面に、紙ヤスリを使用します。この作業は接着面を荒らし、後で使う接着剤の効果を高めるために行いました。合わせ目消しは失敗したくないですからね。はい。続いてはパーツを接着していきたいと思います。この作業で使用したのは、通常のプラ用接着剤。ポケプラは後はめ加工が大変なので、この段階でパーツを取り付けてしまいます。で、ですよ。合わせ目を消した後の作業中にこれらのパーツが動くと、ってなるので、しっかり接着します。はい。それでは合わせ目を消していきましょう。合わせ目消しに使用したのは、流し込み接着剤。接着剤を合わせ目にたくさん流し込み、数十秒接着剤がプラスチックを溶かすのを待った後、力を込めてパーツを思いっきり貼り合わせます。この時に、合わせ目から溶けたプラスチックがムニッとはみ出てきたら作業は成功です。はみ出たプラスチックを触らないようにして乾燥させましょう。はい。接着剤が乾燥したら、ムニッとはみ出したプラスチックを、デザインナイフを使用して、大まかに切り取っていきます。デザインナイフではみ出たプラスチックを切り取り終わったら、紙ヤスリを使用して、デザインナイフで切り取りきれなかったプラスチックを、丁寧に削っていきます。パーツの表面が綺麗になったら、合わせ目消しの作業は終了です。はい。続いて不思議種の足に磁石を仕込んでみようと思います。まずは磁石を仕込むためのスペースを確保します。はじめに、ニッパーを使用して、パーツを組み付けるための出っ張りを切り取ります。この出っ張りがあると、磁石が足の裏に入りませんからね。さて、ニッパーである程度出っ張りを切り取ったら、リューターを使用して、ニッパーで切り取りきれなかった部分を削り取ります。これは地味な作業ですが、少しでも出っ張りがあると磁石を取り付けられないので、丁寧に出っ張り部分をなくしていきましょう。はい。爪のパーツの加工が終了したので、続いて本体部分に磁石を取り付けるスペースを作ります。この作業はリューターを使用して、四角くなっている穴を広げていきます。取り付ける予定の磁石はそこまで大きくないので、四角い角を削って丸くするくらいでいいですね。さて、
それでは磁石を取り付けていきます。今回取り付ける磁石は100円ショップで購入したネオジム磁石。先ほど開けた穴に瞬間接着剤を塗布して磁石を接着していきます。磁石を穴に接着できたら磁石の上に瞬間接着剤を塗布して先ほど加工した爪をパーツに貼り付けます。これで1箇所目の磁石仕込み終了。さてもう1箇所後ろ足部分に磁石を仕込むのですが、後ろ足の穴は前足に比べて大きくなっていて、ビューターを使用して穴を広げる必要はありませんでした。なので先ほどと同じ手順で穴に瞬間接着剤を塗布してその上に磁石を置き接着。磁石を接着できたらまた接着剤を塗布して爪のパーツを貼り付けます。これで磁石仕込みの作業は終わりです。はい、続いて不思議種のところどころにある隙間を埋めていきたいと思います。この作業で使用するのはタミヤのラッカーパテ。このパテを合わせ目とは違うパーツとパーツの隙間に詰めていきます。ここの隙間は別に処理しなくてもいいと思うのですが、ポケモンというか生き物には変な隙間ないしなーみたいな謎のこだわりを発揮してしまいました。さて隙間を埋める作業ですが、一度に全て行うのではなく段階を踏んで作業を行います。はじめに胴体部分、体の模様と足の裏にある隙間をパテで埋め、パテが乾燥したらビューターを使用してゴリゴリとパテを削っていきます。この作業時に合わせ目消しの際に出たムミッとはみ出たプラスチックもついでに削ってしまいましょう。これだけ隙間があると削る作業にも時間がかかってしまいますね。あ、そうそう、この作業中はマスク必須ですよ。はい、胴体部分の削り作業が終了したので不思議種の頭をくっつけていきたいと思います。まずはプラ用接着剤を塗布して頭と胴体を接着します。これでちょっと落としたくらいではバラバラにならないと思います。はい、頭部を接着したら胴体と同じように頭部パーツにある隙間を埋めていきます。この作業にし、瞬間接着剤ひっくり返しちゃったよ。ふう、さて気を取り直して頭部の隙間を瞬間接着剤で埋めていきます。頭部パーツは目や眉などのパテがついて欲しくない部分が多いので扱いやすい接着剤で隙間を埋めました。はい、瞬間接着剤を使った作業が終わったらラッカーパテを使用して首にある隙間を埋めます。個人的にはここが一番気になるので必要にパテを持ってやりました。はい、接着剤とパテが乾燥したら鉄ヤスリを使用してパーツをきれいに削っていきます。頭部や首周りにリューターを使用してしまうと意図しない部分まで削れてしまう恐れがあるので時間はかかりますが手作業で削りました。はい、続けてシールを使って色分けする部分の処理をしたいと思います。ここはパテで埋めてしまってもいいのですが模様の形がわかりにくくなるので付属のシールを使って作業したいと思います。シールを台紙から剥がしたら 0.2 ミリのプラ板にシールを貼り付けます。プラ板にシールを貼り終えたら作業に使う部分を切り出していきます。細かい部分はデザインナイフで切り出すのが難しいのでハサミを使ってシールの形にプラ板をカットします。プラ板をシールの形に切り出したら付属のシールをプラ板から剥がします。こいつは結構強力なノリがついている。はい、プラ板でパーツを作成できたら接着剤を使用して付属のシールを貼る部分にプラ板を接着します。接着剤が乾燥したらこれまでと同じ手順でパーツの隙間に瞬間接着剤を塗り込み隙間を埋めた後にヤスリを使用してはみ出た接着剤を削ります。これで微妙なへこみがなくなり全体的にフラットになりました。あ、そうそう、不思議種が背負っているつぼみにもここまでと同じ作業を行いました。これで不思議種の改造作業終了です。はい、こちらが改造作業の終了した不思議種になります。各部の合わせ目を消しプラモデルっぽい隙間もすべて埋めたので作業に思ったよりも時間がかかってしまいました。まあほとんどが乾燥の待ち時間なんですけどね。さてそれでは不思議種にサーフェイサーを拭いて改造作業の出来栄えを確認してみましょう。はい、
こちらがサーフェイサーを吹いた不思議種になります。いやー、合わせ目も隙間も見事に消えてくれました。心配していたパテの引けもなく、全身ツルツルになりました。白飛びしてピントが合っていませんが。さて、ざっと全体を見て特に気になる部分がないので、ようやく塗装作業に移れますね。はい。それでは不思議種の塗装を始めたいと思います。まずはじめに、ガンダムマーカーを使用して、薄くなった模様の輪郭を描き込みます。このまま塗装してしまうとどこに模様があるのかわからなくなり、緑色のミュウが完成しちゃいます。はい。模様を描き終えたので本体の塗装に移りたいと思います。まずはつぼみの塗装から。ここの塗装に使用した色は、タミヤのフラットグリーン。つぼみの部分は緑色だったので、無難なフラットグリーンを選んで塗装してみました。はい。続けて不思議種本体部分の塗装を行います。使用した色はペールグリーン。不思議種はザクと同じ色だよなぁ。と、ぼんやり考えながら作業していたのですが、今見るとザクと全然色が違いますねこれ。さて、ペールグリーンの塗装なのですが、ペンで描き込んだ模様をできるだけ避けて塗装します。ペンの黒色が塗料で溶けるし、単純に模様が見えなくなってしまいますからね。はい。続いて不思議種の模様を塗装していきます。この塗装に使用した色は、タミヤのナトーグリーン。あらかじめペンで描いていた下書きを、できるだけなぞって、元の模様に近づけるように、慎重に塗装していきます。この塗装には穂先が細い筆の使用をおすすめします。穂先の細い筆で模様の輪郭を塗装し、輪郭を塗装し終わった後に、模様の内側を塗りつぶすと綺麗に仕上げることができます。はい。続いて不思議種の目を塗装します。この塗装に使用した色は、クレオスのレッド。不思議種の目の赤色は、ガンプラのような鮮やかな赤色ではなく、少し暗い赤色なので、基本色であるレッドで塗装しました。はい。引き続き目の塗装なのですが、白で塗らなくてはいけない部分に、黒を塗ってしまいました。しかもかなり雑に、適当に塗装したので塗膜がボロボロだし、修正も何回もいち。あ、そうそう。白の塗料は下出るカラーを使いました。はい。不思議種の塗装が終了したので、続いて本体に墨入れを行います。この作業で使用したのは、タミヤの墨入れ用塗料ブラック。不思議種はゲームのキャラクターなので、濃い黒色で墨入れをしても違和感がないですね。さて、墨入れ塗料が乾燥したら、綿棒とエナメル溶剤で、はみ出ている塗料を拭き取ります。はみ出ている塗料をきれいに拭き取れたら、塗装作業はすべて終わりです。はい。不思議種に艶消しを吹きました。この後に少しシャドウを入れたいと思います。それでは不思議種にシャドウを入れていきましょう。この作業では、ウェザリングマスター B セットを使用しました。このウェザリングマスター B セットの黒色を、不思議種の首元や、足の付け根などに筆を使って塗装をしていきます。ウェザリングマスター付属のスポンジもあるのですが、スポンジとハケが大きく、狙った部分だけに色をつけるのが難しいので、塗装用の筆を使ってウェザリングマスターを塗っていきます。はい。ウェザリングマスターを塗り終わったら、メラミンスポンジを使って、ウェザリングマスターをつけすぎた部分をこすって、色の濃さを調整します。自分好みの雰囲気に仕上がったら、もう一度艶消しを拭いて作業終了です。それでは完成した不思議種をご覧ください。はい。こちらが完成した、ポケプラクイック不思議種になります。いやぁ、かわいいですねこれ。合わせ目焼きになる隙間をすべて処理した結果、見た目がフィギュアっぽくなりましたが、これはこれでいい感じ?と、いうところでしょうか。続けて今回の作成で失敗したところなのですが、まずは塗装。目の塗装を適当にやりすぎた結果、塗膜がボッコボコ、白目の色ムラもひどい。もう少し丁寧に作業をするべきでした。やっぱり白色の塗装は難しいですね。さて、続いての失敗したところは、最後のシャドウ入れ作業。この作業では本体を触らないように、クリップや手袋などをつけるべきでしたが、ちょっとした手間を面倒くさがり、素手でペタペタ触りながら作業をした結果、
全体的に薄汚れてしまいました。塗装もそうですが、少しでも手を抜くと完成度が落ちるので、気を抜かずにしっかり作業をした方がいいですね。いろいろと荒が目立つ不思議種ですが、遠くから見るといい感じ。ということで、ポケプラクイック不思議種作ってみた。最後までご視聴いただきありがとうございました。また何か作ったら動画にするので、その時はご視聴いただけると幸いでございます。では、さよなら。Are you listening?